シャルルマーニュ十二勇士が一人白羽の騎士ブラダマンテダンサーとして召喚されましたシャルルマーニュ大王になり代わり正義をなします元気がもりもり湧いてきます まといまいした防御力が上がったような気がしますマスター冷気が強化されましたブラダマンテもっとお役に立ちます 大丈夫です。鎧がないように見える部分も魔力で覆われていますから。そういう鎧なのです。さあ、参りましょうあの、よかったのでしょうか。私などに多くのリソースを費やしてくださって。 い,いえ、い,いえご期待いただいたからには、このブラダマンテ、全力をもってお答えいたします今後とも、よろしくお願いします、マスター行きましょう、マスター騎士道とは、たゆまぬ鍛錬あってこそ私はマスターに使える身なれば、 このブラダマンテに何でもお申し付けくださいえ例えば、何かを探すのは得意ですよう物はございませんかマスターは王とは違うのですよね。そのあたりの感覚がよくわからないのですが。でも、道を進む方にお仕えするのは、なんだか懐かしいです。 ねえ、あーちゃん。そのヒポグリフ、私のじゃないよね。ねえねえ、ねえってばーえ、円卓の騎士。誉れ高き、アーサの騎士たち。すごいこれはすごいことですよマスターま、ま、マーリン様ご本人まさか、 あの、なんだかきお方が、なんということ。ああ、サイン欲しいな。ロジェロ、いないのかなマスター実は私、思い当たる節があって。あの白い獣、マーリン様の気配のする、フォー君。あの子はもしや、 ロゼルの生まれ変わりなのでは魔術師は嫌いです。魔術師というのは、おおむね冷たくて、意地悪で、いつも何か恐ろしいことを考えている連中ですあ。あ、でもマスターは別です。マスターからは、あの伝説の大魔術師。花の魔術師として名高き、マーリン様の気配を感じます。マーリン様の演者でいらっしゃるならば、 はい問題なしです聖杯とは、かつてアーサー王がお求めになったものですね。尊いものであると聞いています。ブラダマンテは何でも諦めません全力で参りましょうイベントそれも全力ですお誕生日おめでとうございます ブラダマンタが腕によりをかけてケーキを焼きましょう。え大丈夫です。そういえば初挑戦ですが問題ありません。美味しくできるまで諦めませんダンサーとして召喚していただきましたが、実は私、槍の宝具を持っていないのです。ごめんなさい。私の宝具はこの盾です。はい。 光を集める魔の盾かつては邪悪な魔術師の装備する闇を集める盾でしたが、奴を撃ち倒した後に、マーリン様に清めていただいたのです私には、盾以外にも宝具があります。この指輪です普段は手袋で見えませんが、かつての私に、シャルルマーニュ大王の十二勇士、 パラディンとして戦う私に多くの力を貸してくれました。とあるお姫様からいただいた大切な指輪です。他のクラスでの召喚そうですね。私の場合はライダークラスでの召喚も可能といえば可能です。ヒポグリフ、ご存知ですかあの可愛らしい幻獣に乗って私は空をかけることができるのです。 えへん。この礼儀では呼べないので、ちょっとだけ寂しいですね。私はシャルルマーニュ十二勇士の一人ですが、ふっふっふっ。なんとあの伝説の大魔術師、マーリン様に導かれた騎士でもあるのです本当ですよかつてもマーリン様の巫女が私の旅を。変わりませんね。 ブラダマンテ。今、あなたの心に、私は語りかけています。久しぶりですね。ええ、何声聞こえませんでした今私は、かつて思い人、ロジェロを追いかけたパラディンです。長い長い旅でした。そしてそれは、英霊として現れた私の中で、今も続いているように思うんです。 自分が自分である限り追い求めでもならないものがあって、たとえ出会えなくても追い続けてしまう。でも、ご安心くださいマスターそれ以前に私はパラティンだから、世界を取り戻すために全力で頑張るのみですそれがいいでしょう。今、あなたの心に私は語りかけています。そうです。マーリンです。 あれマーリーさま